選手入場です。ほぼ満席ということで、チケットを奪いだろプレミアつくなろプレミアプレミアどころじゃないよね口がうわ強そう。まあなんつったってレジェンドですからジレジェンド、うん、パスなんかやばいんだよ。ひげの感じとかすごいな。あそこまで入るからね集中してるな。日本国歌お聴きいただきます。楽しみだ。いいね。いきなり。いいね。多いな。楽しい。うわ。香川いいな。あ、同じシーン。いいな。挟まれてみたい。ね。ちょっとね。サイン欲しいもん選手だって。あそこの争奪戦だね。一人だけなんかちょっとあの首元を確かにあったかそうや、あったかそうだね。なんかヒートテックみたいなあんなあれかな、動かないからかな。すごいな。日本がこの試合は 4-3-3 のシステムです。そうですね、相手中央にスペースを作りやすいシステムなんですよね特徴でもある。ちょっとソーシャルディスタンス、相手ディフェンダーを散らす動きが必要になってきますよね。さらにこのシステムはボランチが特に重要なポジションになってますよね。なるほど、ボランチの役割がポイントなんですねそうですね、この場合ですとアンカーですよね。常に状況を理解して正しく判断できる、まあ、高い能力を必要とするポジションですよね。なるほど、さあ間もなくキックオフの時を迎えようとしています。さあファーストハーフが始まりました。日本対ブラジルエキシビションマッチをお届けしてまいります。さあ北澤さん、この試合注目すべき選手はいらっしゃいますか。ネイマールですね、はい、抜群のスピードとテクニックを持ち合わせるストライカーですよね。遊び心とひらめきのあるプレーは見ていて楽しいですよね。そうですね。さあ今日はゴールに絡んでくるのでしょうか。クロスを上げる。おお、触らなかったか。よし、行くぞ。いいよ。競り勝った。とりあえず放り投げれば。パウリーニョ。俺らの。ポチーニョ。前線をね。ネイマール、さあ、カウンターのチャンスになります。やばいやばい。収まったフリーだ。防ぐ。ルーズボール。シュート。ゆるいボール。少女。これを読んでいた。いや。ルーズになる。サイドのスペースへ走らせる。メッシュ。ここで受けて。来ました。来た。あれ。そのまま行くのか。ナデリオのボールタッチ。中はマイスイ。シュート。おお。やば。まあ距離関係なくシュートでフィニッシュする意識の高さが大事なんですね。レジェンド、レジェンドだった。シュート今エグくなかった。うまい体勢だともうパスみたいなシュートだから。一人で切り込んでいく力もありますね。やば。このファーストハーフ最初のコーナーキックは日本。そこはすぐ奪い返します。ブラジル。裏のスペースを狙う。やばいやばいやばい。めちゃめちゃ速いやつがいる。コーチーニョへのボール。いい形ですよ。コーチーニョからダニエル・アウベス。オッケー。ダニエル・アウベス。非常に攻撃的なサイドバックの選手。頼んだ。ムバッペ。今一人に対して厳しくいってますよね。パウリーニョ。なんか勢いがあるね。この人はすごい士気が高まってる。北澤さん。どのような意図があるんでしょうか。まあ相手ディフェンスを引っ張ってくると同時に自分が攻撃の中心になるということですね。俺らの話なんじゃない。相手を蹴る力が必要なので、それは選手しかできないことですね。さらには得点でもなんかいけそうな感じするよ。いけるいける。まさに偽の9番ですね。そうなんですね。回ればね、向こうに動け。来た。前にもいますよ。迷うよね。おいいね。おお。ちょっとモンゴルっぽかったよ。やば。あれ入んないからね。ちょっとパスしてくれって言ったもんね。やば。おお。出た。どうだって感じだね。ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形。自分たちが驚いていってるね。これはお手本のような綺麗なカウンターでしたよね。前線の今の動き出しは常に狙っておかないとできないですよね。タイミング良かったですよね。すげえな。サイドがやばいな。普通これ逃げるからね、すごいね。クロス上げるからね。触られたらもうガラスだからさ。おお、スーパープレー。おお、番長。どうだ。そんなショーじゃないですか。1点取った後っていうのはゆとりが出てきて、そのゆとりがまた良いプレーとつながってきますからね。2点3点と一気にいくケースもありますよね。なるほど。一気に来るからね。やばい。来た。カップラーメンより早い。頭で流し込んだ見事な一発。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。ブラジル、ここで追いつきました。得点直後の相手って集中力切れますからね。まさにそこをついたゴールですよね。ほぼ真ん中使わないから。そう。中央突破不可能だから。そう。自信ないからさ。やばいね、これ追いつくだろうな。追いつく。これはちょっと追われる。多いね。もう走らないようにしてかない代表だと。スタミナがね。本当だよね。追いつかないから。先に触ります。日本。ゆるく狙ったボール。すごいね。マルセロ。ネイマール。アーチのようなパス。いいボール入りますよ。自分で行く。ルーズボール。サカイ。アセベ。ロングフィードで狙う。ボールを受けて。マルセロ。一旦キーパーに戻します。キーパーからのロングフィード。長友。互角というか。アセベからアーチのようなパス。アセベからのパスは通りませんでした。抜けるか、庄司。ここは対応します。ダメ。いけ。した。ヘナトアウグスト。いけんじゃないかな、メッシだったら。ジョアン・ミラノ。ヘナトアウグストから縦へボール。サイドのスペースを使います。マルセロ。スルーパスを出す。フリーだ。シュート。これはよく止めました。いや、今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。いい攻撃をしてきた。いやー、マジで。すごかったね、今の角度。マジですか。試合をひっくり返します。ブラジル。やられたな。やっぱりザラなんでしょうね。これもしょうがない。要はね、2点やられたら3点取る、4点取ると。これはもう設定ですから。やばい。やばい。すごいね。引き続き15分間のブレイクに入ります。日本ちょっとおさら気味といった前半でした。ちょっとね、どうしても引かされるシーンが多かったので、もうちょっと後半は攻撃的にいきたいところですよね。それでは引き続きゲームをお楽しみください。後半ゲームはスタートしています。まず早い時間帯に1点返してやって試合をかけたいところですよね。自分の試合は全然わからなくなりますからね。保とうとしてる。保とうとしてる。さっきの勝てそうだな。いや、勝てる。3分前ぐらい。裏を狙っていきます。いいね。長友。ちょっとクロス上げる。上げてくるどうだ。弾かれますがコーナーキックのチャンス。日本はコーナーキック2本目。この位置でボールを受けます。来ましたよ。中にいる。長いボール縦へ。さあシュートまでいけるか。出たがるんだよ。攻撃先シュオマテのボール。ブラジルとしては先ほど相手に対してあまり近すぎないように距離を保ったポジションを取ってるんですよね。なるほど。その意図は何なのでしょうか。まあ裏を取られるのが嫌なんじゃないでしょうかね。ラインを高めに設定してオフサイドトラップ仕掛けるという手もあるんですけども、失敗した時のリスクを考えて裏のスペースを消すやり方を選択しているんですよね。さあ左へ預けていけるかなと。パスでつないで攻め込んでいきます。ボールの角度パス。サイドを縦に走らせます。守備がネイマール。これいいですよ。うまっ。激しいボールの奪い合いです。俺何もしてないんだけどな。落ちた。これはエリアの外でしたね。嘘。でも次キケこれ次からキルして。うわこれギリギリセーフ。うわ。チャンスを得ます。ゴール前でのポジション取り大事になってきますよね。ブラジル倍返します。出ましたね。ネイマール。これよく止めましたね。そうですね。難しいボールでしたけどもね。いやよく止めましたね。ブラジルが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。素早いパスで攻め上がっていきます。狙いましたね。やつの時間に。ダニエル・アルベスからのスルーパスをカットしました。やばい。柴崎。ここら辺ね、そうパスの安定のしなさね。サイドのスペースを使います。いいボールでしょ。来た。ネイマールからのクロスボール。ボールいいですね。おお。柴崎からのフィードボール。さすがにね。ひどい。雑だよね。近いな。スルーパス抜けた。シュートレンジです。ロングフィードで狙う。このボールはカットされます。もう一つ前に行きたい。入りましたよ。大きく縦へ。全然もう孤立したサイドのスペースへ走らせる。ボールのとこのパス。今すぐにでもボールをスペースを狙う。メッシ。前ですね。抜けてくる。うわ。取られない。時間がない。シュート。うわ。時間がない。余裕どこ行ったんですか。80分だけ出てくる。あと10分しかない。余裕あったのにな。2点ビハインド。いや。縦に大きく放り込む。クリスティアーノ・ロナウド。右サイドへ振って。中山クロス。弾かれましたが、コーナーキックのチャンスになります。日本は3本目のコーナーになります。来た。ネイマールに渡る。アゼミロからコーチーニョ。なんでそんなとこなんだろうな。ネイマールのボール。お、これいいですよ。これ出る。チェックを受けながらのドリブル。アゼミロ。やらした。ロングフィードで狙う。来た。うわ。ゴール出たんですけど。これね。能力高い人たちだった。ゆるく狙ったボール。これは繋がりません。うまいが止まらん。うまいが止まらん。球が。上です。